富士のゴンクロウは日本の医師、教育者、日本留学時代の路人の恩師として知られる。富士のゴンクロウ記念館中国石膏省商工誌の路人記念館にある富士のゴンクロウの共造1874年、鶴ヶ県境郡本城村カバンで代々続く医者の家に生まれた。父のマス八郎も敵塾に学んだ医師であり、彼が橋本さないと交わした書簡が今に伝わる。 父から漢文を学び、野坂源三郎の塾で漢学を学んだ。学校に通う年齢になると平昌小学校に入学したが、当時は教育制度がまだ未整備だったこともあり、合わせて塾にも通った。福井県尋常中学校、愛知県立医学校を卒業後、同学校の女子となり、後女教授に昇格した。距離にほど近い第四高等学校医学部への、 転勤を希望したが却下。東京大学で解剖学の研究をした後、知人、式波並江、二郎の紹介で、仙台医学専門学校に講師として、赴任1904年7月に解剖学講座の教授に昇格した。同年9月、中国の留学生、周樹人が入学。当時は、日清、日露戦争の戦勝の余波で、 日本社会には中国を後進国として軽んじる風潮が大一する中、藤野は、路人のノートに詳細な添削を加え、根節に指導した。しかし路人は、医学では中国を救えぬと悟り、医学を捨てて、仙台を去った。その頃の二人の関係は、路人の自伝的短編小説、藤野先生に詳しい。1915年、仙台遺戦は、 東北帝国大学医学部に改祖された。帝国大学の教員には、帝大卒の資格が必要であったため、医学専門学校卒の藤野は資格を満たせず、体感して、郷里の福井県に戻り、三国町で開業医となった。後に、カバンの実家で、晩年は、中盤で委員を続けた。終戦直前の1945年8月11日、往診先で倒れ死去。 去年73。教授時代には、かんだかい声で喋り、身なりに構わず、警察に、すりと間違えられたことが学校で評判になるなど、決して当時の直接の教え子たちに、評価の高い共感ではなかった。退官後は、田舎の一会行為として、生涯を終えた、日本国内では無名に近かった人物である。教え子の路人が1926年に、藤野先生を発表。 ロジンが中国で高く評価されるにつれ、藤野の名が世に知られるようになった。現代に伝わる藤野の人物像のほぼ、すべては、ロジンの描写に依存している。ロジンは、作品が世に知られることで、消息不明の彼と連絡が取れるようになることを期待していたようだが、結局藤野が名乗り出ることはなく、身内にも固く口止めしていたという。北京医科大学から教授として彰成されたことも、 あったが、これも誇示した。ただ、露人の死後、藤野の居場所を知った新聞記者が彼を取材しており、その時のインタビューが残っている。戦後になると、日中友好に貢献した人物として評価されるようになる。その後、藤野先生は、日中両国で国語の教科書に取り上げられ、彼の名は両国に広く知られた。1961年には、記念碑が、 福井市に建てられ、旧宅は、あわら市に移築されて、富士のゴンクロを記念館となった。東北大学では、彼の名を冠した、東北大学富士の先生賞、東北大学富士の記念奨励賞が設けられた。富士の家に伝来した資料243点は、あわら市から2006年3月、福井県文書館に帰宅、その後2007年3月追加帰宅。資料群。 富士のゴンクローや文書は、卒業証書、辞令類、履歴書、90点に及ぶ、書簡類。富士のゴンクローが、秘則のために作成したと思われる、フランス語や、英語の手製教科書、西洋医学書の筆写本などである。おいの富士の常三郎は、長演ビブリオの発見者である。ありがとうございます。